愛嬌というのはね、自分より強いものを倒す柔らかい武器だよ。焦ってはいけません。ただ牛のようにずうずうしく進んでいくのが大事です。君は山を呼び寄せる男だ。呼び寄せて来ないと怒る男だ。地団駄を踏んで悔しがる男だ。そうして山を悪く批判する男だ。なぜ山の方へ歩いていかないのだ。自分の弱点をさらけ出さずに人から利益は受けられない。自分の弱点をさらけ出さずに人に利益を与えられない。私は冷ややかな頭で新しいことを口にするよりも、熱した舌で平凡な説を述べる方が好きだ。君、弱いことを言ってはいけない。僕も弱い男だが、弱いなりに死ぬまでやるのである。大抵の男は意気地がない。いざとなると女には大きな人道な立場から来る愛情よりも、多少義理を外れても自分だけに集中される親切を嬉しがる性質が男よりも強いように思われる。真面目というのはね、君、真剣勝負の意味だよ。馬は走る、花は咲く、人は書く。自分自身になりたいがために。わざわざ人の嫌がることを言ったりしたりするんです。そうでもしなければ僕の存在を人に認めさせることができないんです。仕方がないから、せめて人に嫌われてでも見ようかと思うのです。人間の目的は、生まれた本人が本人自身のために作ったものでなければならない。自らを尊しと思わぬ者は奴隷なり。ある人は実践をもって1円の10分の1と解釈する。ある人は実践をもって1銭の10倍と解釈する。同じ言葉が人によって高くも低くもなる。
青年は真面目がいい。もし人格のない者がむやみに個性を発揮すると他を妨害する。権力を行使すると乱用に流れる。筋力を使うと社会の腐敗をもたらす。随分危険な現象を呈するに至る。嘘は豚汁である。その場限りでたたりがなければこれほどうまいものはない。しかし当たったら最後苦しい血を吐かなければならぬ。前後を切断せよ。みだりに過去に執着するなかれ、いたずらに将来に望みを属するなかれ、慢心の力を込めて現在に働け。嬉しい恋も積もれば、恋せぬ昔がかえって恋しかろう。のんきと見える人々も、人の心を叩いてみると、どこか悲しい音がする。離れれば、いくら親しくとも疎遠になり、けれども一緒にさえすれば、たとえ敵同士でも、どうにかなるものだ。つまりそれが人間なんだろう。金は大事だ。大事なものが増えれば寝る間も心配だろう。ナポレオンでもアレキサンダーでも、勝って満足した者は一人もいない。自由な書を読み、自由なことを言い、自由なことを書かんことを希望いたし候。色を見る者は形を見ず、形を見る者は質を見ず。恐れてはいけません。暗いものをじっと見つめて、その中からあなたの参考になるものをおつかみなさい。恋心というやつ、いくら罵りわめいたところで、おいそれと胸の砦を出ていくものでありますまい。細君の愛を他へ移さぬようにするのは夫の義務である。鏡はうぬぼれの醸造機であるごとく、同時に自慢の消毒機である。
運命は神の考えることだ。人間は人間らしく働けばそれで結構である。私は自分本位という言葉を自分の手に握ってから大変強くなりました。彼ら何者ぞやと気概が出ました。自己を捨てて神に走る者は神の奴隷である。自分が好きなものは必ず偉い人物になって、嫌いなものはきっと落ちぶれると信じている。道徳に加勢する者は一時的な勝利者だが永久の敗北者だ。自然に従う者は一時的な敗北だが永久の勝利者だ。あらゆる芸術家は人の世をのどかにし、人の心を豊かにするがゆえに尊い。人間は自分が困らない程度のうちで、なるべく人間に親切にしてみたいものだ。他の親切はその当時にこそ余計なお世話に見えるが、後になるともう一遍うるさく干渉してもらいたい時期が来るものである。金を作るにも三角術を使わなくちゃいけない。霧を書く、人情を書く、恥を書く、これで三角になるそうだ。世の中に片付くものなんてありゃしない。一遍起こったことはいつまでも続くのだ。ただいろいろな形に変わるから、他にも自分にもわからなくなるだけさ。表面を作るものを世の人は偽善者と呼ぶ。偽善者でも何でもよい。表面を作るということは内部を改良する一種の方法である。時代の風潮、自分を取り巻く環境、様々な価値観、それらを正しく見極め、自分の判断で行動できるのはどこにも属さない迷子だけだ。自分のしていることが自分の目的になっていないほど苦しいことはない。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。よろしければ
チャンネル登録、いいね、コメント、よろしくお願いします。